もし仕事で失敗するだろうという確信を持っていたら、どんなに頑張ってみてもあなたの潜在意識は失敗を強いるんですよ。失敗は成功の第一歩です。失敗したことを喜んでください。成功へ一歩近づいたと思う人は必ず成功しますよ。前向きに考える人間が前向きな結果を出します。心が先、現実が後。